ヤギ氏は、古代日本の神別氏族。生は八木像で、作り生。ヤギは、日ギ、ヒからたち、ヤギにも作る。新先生氏録によれば、わたいと与玉彦命の子神、古玉の命の光栄とされる。一族の子祖は、古玉命の孫で、シーネズビことは、兄弟関係にある八玉彦命。ヤギの使命は、 河内国泉郡八木里の地名に基づくとされるが、原奈良県柏原市八木町に八木寺があり、その創建は奈良時代に遡るものと見られるので、これを八木市の宇治寺と見て、同時一体に一族が万居した可能性を特設もある。また、一族で東大寺の社教生であった八木九首が宇治神の祭りを理由に休暇を交うた記録が、詳細院文書に残されており、 この氏神をかも大臣と見て、その鎮座地である、山和国区図上郡及びその南隣の同国、内軍に従した一族がいた可能性も指摘されている。薩摩隼人の末裔ともされ、正木委員の軍事を務めた日向国草壁氏の所流の中に、土持氏、岩切氏、海江田氏と共に、ヤギ勢が見える。城代にはあまり見られないが、 文明年間に、肝月氏や島津氏所流の新郎氏に属して、伊藤氏と伊作島津氏の合戦に参加したものが見える。他には、島津氏16代、島津義久の幽筆となった八木正信があり、江戸時代は、鹿児島州の中に名が見える。ありがとうございます。